航空宇宙工学専攻の大西佐藤高橋研究室です。本研究室ではプラズマを使って、新しい航空宇宙デバイスを作るといったことをやっております。でこちらが、まあ、プラズマ推進機の研究になっておりまして、こちらがプラズマを使ったロケットの研究になっています。で、こちらのパネルを説明したいと思います。で、当研究室ではビーム推進システムっていうロケット打ち上げシステムの研究をやっています。で今のロケットっていうのは9割が燃料でして、まあ、燃料を積んで燃料を打ち上げるみたいな意味わからんシステムになっております。でそれに対して、ビームを使って、まあ、これ機体なんですけれども、ビームを使って地上からエネルギーをこう伝送してあげて、ロケットの、お尻の部分で、ビームを就航してあげると、ここでですねプラズマっていうものが作れます。でこのプラズマができます と、一気に加熱が起こりまして爆風が起こるので、その爆風に乗って飛ぶといったようなシステムがビーム推進システムになっています。でこのシステムを使うとロケットの燃料をです、ね、一切排除することができますので、より効率的なシステムが作れるといったような形になります。今こういったシステムの研究者やってますので、よかったらホームページ等を覗いてみてください。航空宇宙コースの、アーキテクチャ講座の小林佐藤研究室です。当研究室では、コンピューターのアーキテクチャについて研究をしています。アーキテクチャというのは、コンピューターの構造や、その制御方式のことで、スーパーコンピューターと呼ばれる大きなコンピューターから、携帯電話に使われるような小さいコンピューターまで様々なものに使われるようなものを研究していて、そういうコンピューターをどうやって作ったら、高速に計算できるとか、使いやすいかみたいなことを研究しています。あと他にも量子コンピューターとか新しいコンピューターなどについての研究も行っているので、もし興味があったらホームページを見てみてください。機械知能航空工学科、航空宇宙コースの、滝沢、高橋研究室です。私たちの、研究室は未来のスーパーコンピューティング技術を創造するというテーマのもと、例えばなんですけど、複合型システムの高効率利用だったり、機械学習による、職人的プログラミング知能化であったり、FPGA を用いた、高効率コンピューティングだったり、速やかなコードマイグレーションという、プログラム環境開、開発環境を整えたり、そのスーパーコンピューターのシステムの性能を最大限に引き出すためにどうしたらいいかだったり、スーパーコンピューターをどのように運用していけばいいかなどを研究している研究室でございます。我々は航空宇宙構造専攻の幕原研究室です。ここで展示しているのは、こちらは圧電装置を使った発電等制御の研究です。こちらは宇宙デブリの衝突事件についての研究です。例えばこれとこれは、JAXA で行った、宇宙デブリの衝突事件の結果です。他の研究もいろいろ行っていますので、興味がある方はぜひ本研究室のホームページまでお願いします。よろしくお願いします。私たちは航空宇宙工学専攻の山本研究室という研究室です。私たちは、航空機に使われる CFRP という材料で研究をしております。この材料の特徴としては、炭素繊維と樹脂を組み合わせた材料になっておりまして、 とにかく軽くて丈夫というところに焦点に特徴があります。でこの材料なんですが、軽くて丈夫ですごくいいんですが、一つだけ欠点がありまして、強度とだったりどれぐらいの力をかけたら壊れるかっていうところが非常にこう予測するのが難しいというところが課題となっております。でそこで私たちの研究室では、その CFRP の強度を正確に予測しようという研究をしております。この研究では、実験と解析を組み合わせることによって誤差数パーセントの範囲で予測できるというふうな成果を得ております。でもう一つは、CFRP の弾性定数というのを評価をする研究をしております。この研究では振動実験と解析を組み合わせることによってさまざまな弾性定数を一度に取得できるという非常にこう興味深い、手法となっています。以上で山本研究室の発表をさせていただきます。こちらは野村小沢永田研究室の、研究内容となっております。この研究室では、データ駆動科学っていう、機械学習のうちの一つの技術と、あとその低速から超音速を、あ超
曲調音速までの幅広い速度域での風洞試験っていうのを融合させた研究室となっております。大きく分けてその3つの分野に分かれていまして、まずこちらはあのデータ駆動科学とその計測っていうのを結びつけた内容となっております。こちらが、そうです、超音速分流っていう、ロケットのジェットとかのすごい速い現象を、カメラでは追い切れなかった、時間の、現象を、データ駆動科学を使って予測するという研究です。でこちらが感圧塗料、感応塗料っていう、圧力とか温度によってその明るさが変わる塗料っていうのを使って、その模型の表面の、温度分布、圧力分布を捉えるっていうことの、計測をしています。こちらが、2つ目の、エリアに、エリアに入っておりまして、こちらは、流体の、燃焼の、制御をするための研究となっております。これは、その制御を行うためにその少数の点だけ観測することによって、その全体の、流体現象っていうのを予測して制御するっていうことをにチャレンジしている研究です。で最後が、その火星大気風洞っていう、その、火星大気を、再現した、風洞の中で、その風洞を用いて、その、回転翼とか羽ばたき翼とか、そういう模型を置いて計測することで、火星大気の中で その実験を行うことができます。で最後がこの MSBS っていう、模型を浮かせる装置、模型を磁力支持で浮かせる、装置っていうのがあるんですけど、これを用いることによって、その模型の支持の影響をない影響がない、計測っていうのを行うことができます。以上が私たちの研究室の、テーマになっております。山本古澤研究室です。我々の研究室ではガスタービンや蒸気タービンといったさまざまな機械の内部流動をスーパーコンピューターを駆使して、シミュレーションを行っています。このシミュレーションによって将来的にはより良い設計であったり、持続可能な社会の実現を目指しています。具体的に説明しますと、今までの CFD に加えてさまざまな物理現象を、マルチフィジクス CFD というものを使って再現します。具体的には数値タービンと超臨界流体シミュレーターの2つがあります。数値タービンでは、火力発電所で用いられる火力、ガスタービンの圧縮機のシミュレーションを行い、より効率の高い運転を目指しています。河合研究室では航空宇宙工学に関する流れのシミュレーション、コンピューターを用いた流れのシミュレーションを行っています。速いコンピューターがあれば何でもできるのかというと、そういうわけではなく、例えばここにある航空機周りの流れの物理現象をすべて詳細に解析しようと、流体計算で詳細に再現しようとすると、富岳のようなスーパーコンピューターを用いたとしても現実的な計算時間で計算結果を得ることは不可能です。ではここにある結果どうやって得たかと言いますと、物理と数学の知識を使って、現実的な計算時間かつ、正確な答えが出るようにシミュレーションの、手法というものを我々自身が、開発をしてこの計算結果を得ています。でこの計算結果は富岳を用いて、得た結果で、数日で計算が得られているものですので、実際に航空機の設計にも用いれる、レベルで、計算結果が得られています。でまたこの計算結果、世界初の計算結果で、かつ非常に正確な計算ができていますので、我々はこのようにシミュレーションを行うだけでなく、この流れ場を解析することによって、今後の次世代の航空機の設計に役立てたいと考えています。はい、吉田小原研究室です。この研究室に集中しているのはほとんど宇宙関係のロボットの作り、探査のもので、最初から人工衛星の方をですね、そういうチームにこのリセサットの方の
サテライトを作っていろんなミッションに準備しておきます。ミッションだと例えば地球の周りの写真だったりイメージリコニッションをすればそこまでは人工流れ星までの研究を行っております。他のプロジェクトだと宇宙サービスロボットをこのデブリとかこの宇宙を、なんとか掃除するようなプロジェクトも行ってこの小惑星の探査も行っております。最後に月や惑星探査のローバーも作っております。例えばそちらにある白桃ローバーは月の探査のために作られて、それとも写真ローバーではなくても客ロボットも研究しております。